横からギューって腕を掴んだままこっちをこうと覗き込んでる、えー、どうも島田修平です始まりました島田修平のお階段めり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますえー、皆様一年間本当にねたくさん見ていただきましてありがとうございました 年末年始も頑張って毎日アップしていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今回ですね、この年末にふさわしい今年ね、もう出ていただいた動画が全て大好評という、もうこの方に来ていただきました。 まさみちゃんですお願いいたします。まさみちゃんです。いすです <laughs> はい。おさ。おさむちゃんですじゃないんですから。本当にあ,かあの本当に、あのたくさんね、もう出ていただいていて、はい、もうどの動画もね、大好評で、いやいやありがとうございます。はい、あのどの動画も、まあ三十分以上というね、お話で。も長尺の。お話をね、していただいてて、もうパワフルだなと思ってるんですけど。ファンキーさんにとってみると。 え、短編らしいっすね。<laughs> す <laughs> どういうことなんですかえ、じゃファンキーさんにとっての通常弱ってのは何分ぐらいなんですか、うん、通常弱って言って、やっぱ45分以上ですかね。<laughs> 対策ですけどね。長いのになると3時間ですからね。え中継なしで、語り、ずっと語り通しで3時間。 まあぜひ皆さんですねファンキーさんのお話、はいえー、YouTube チャンネル二つやられておりましてはい、はい、ちょっとチャンネル名をお願いいたしますはい、えー、ゴーストコンテンツと、えー、ファンキーアワーと申しますはい申し上げますこちらにはですねもうそういった話もたくさん載ってますはい概要欄貼っておきますので皆さんチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします、はい、し,しますそしてずーっと皆さんね気になってますよねファンキーさんの横に、はい、こちらおいでおいでという絵本がありますがこちらなんと作 はい、そうなんです、ね、中村雅美そうです僕がこれあの僕の子供の頃の体験談をあの島郎絵本をずっと描いてらっしゃるあの松本譲さんっていう画家さんにあの絵,を絵のお願いしましまた絵のタッチもね独特で、はい、なんかすごくいいですよね。はい、不思議というか、はい、まあ実体験でえこんな話があったんだっていうような。うん 話になったわけですもんね。そうですね。はい。こちらもね、チェックしていただきたいと思います。ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。で、さらに、こうね、ファンキーさんと、こう、密にいろいろ、こう、情報交換したい方、オンラインサロンの方もやられてるんですね。ああ、やってますね。はい。有限会社、中村創業開発。反社じゃないですよね。なんという。その代表なんですもんね。そうです。怖くないですか大丈夫だ。大丈夫な会なんですよね。いや、怖いですよ。怖い話を。ああ、そっちの怖いですね。はい。いみんなで持ち寄ったりとか。 ちょっとお酒飲みながらあ、ズームをメインで使いますので。い、えー、楽しい,、はいはい。ぜひぜひ皆さんで、ん本当にこう、いろいろやられてますので、はい、チェックしていただきたいと思います。はい、お願いいたします。ますえっと、島田さんは何年生まれだった僕は1977年生まれです。77年。と、はい、いうことは、えー、車の免許を取ったのは、 えっと、高校3年の卒業間際ぐらいだったんで、うん、今から26年7年前って感じですかね,ね平成時代じゃないそうだよないやあの僕らは、まあ、もちろんその昭和の時代に免許を取って昭和の時代にいろんなこうね、うん、あんまりこうよろしくない車を乗り回してたりした,たけども <laughs> ちょっとやんちゃだったんですかやっぱり。<laughs> 当時はね当。当時はね。当時はね。はい、今はもう本当におとなしいもんです。まあ今はもうだいぶ攻めた車乗ってますけども。いいはい。<laughs> それやっぱり車がずっと好きで。で、うん、まあすぐに乗り始めたのが、まあ実を言うと僕は免許取ってすぐに買った車っていうのは古いアメジャなんですよ。アメジャー。 1970年型のダッチチャレンジャーっていうのがあって、それがとにかく、今でもこ、もう今、この世にある車の中で一番好きな車なですね。<laughs> 最初からそういった車だったんですねそうそうそう。もう、あのー、今までずっと歴で8代のた同じチャレンジャー。そうなんですかはい。<laughs> なんだけど、えー、どうしても、なんかちょっとこう小柄のが欲しくなるで,、うん、で当時ってその中古車がほんですよ。 とにかく安に買えた時代だったので、<ー>だからもう本当数十万、下手すれば十何万とかで、ね <laughs> うん、もう割とその若い子たちがこう喜ぶような車ってのはどこにでも転がってたんですよね。それでね、当時僕がそのダッチチャレンジャーと別にもう一台持ってたのが、マツダの RX7 の一番初期のやつで、SA22C っていう方だったんですね。 で、これエンジンいじくして、夜中に、夜中と早朝エンジンかけられない車になってたんですけど。<laughs> ちょっと。はい。なるほど。はい。それです、それに、こう、くっつけてみんなで楽しんでたのがですね、多分ね、島田さんあたり、知らないとも、見たこともないかもしれないんだけど、ええ、パーソナル無線って知ってますかえ,えパ、パーソナル無線無線。え、それ何年ぐらい前の話ですかいや、昭和の時代ですよ、もう。 それがガーッと流行ったのが60年、61、62。昭和うん。ってことはもう本当に、そうか、40年とか。うん、はい、そうですね。ええー、えー、えー、ものすごい流行ったんですよ。パーソナル無線ってこと無線、無線、無線機。無線機うん。例えば、そのアマチュア無線って、まあ代表的なね、アマチュア無線っていうと、まあ,あ144メガと、例え四440メガって、 二種類のこの周波数があるんだけど、けどこれって国家試験が必要なんですよね。はいはいはい。でも、パーソナルな無線だから、はい、その国に申請するだけでロムが送られてきて、うん、そのロムをカチッって入れるだけで、その日から使えるんですよ、ええ。あ、でも無線できちゃうんですか無線無線無線。え、ごう普通に無線。もう5ワットしか出ないから、ええ、で、FM の900メガ体っていう周波数なので、えー、本当にそんなに遠くまでは飛ばないですね。だけど、 車同士であったりとか、その固定局なんかあげちゃうと、もう、もっとうわっと飛んじゃうんだけど、<ー>そうなんですよね。<と>そういう。携帯なんかもちろんない時代ですからね。そうです、ね。そうだけど連絡なんかも取り合えたってことなんですね。うん、そ,うそうそうそう。<ー>だから本当にもう今まで、もう、閉店寸前だったような喫茶店とかレストランとか、個人のね。そんなところが、その流行りに乗って、あじゃあちょっとう、うちも店に固定局あげてみようかなって言って、 屋根の上にポンとアンテナ立ててそれでこうお客さん呼ぶだけでその無線関係の人たちと思ってもう満席になっちゃうて本当てにそういうことがあったんですもう社会現象でしたねはいはいはいでまあ漏れずに僕らもそれをやってたんだけどその無線だけにガーッと特化するんじゃなくて僕らはその車でどっか移動したりとか何とかっていう時に主にそれをこう使うようにしてたんですね でね、その、うん、まあ、当然の、自分を持ってる車には、全部アンテナが上がってるわけなんだけど、ヘリカルアンテナって、こう、グラスファイバーでできた、竿あるでしょあの、釣り竿。はいはい、釣り竿をよく、あの、今でもあると思うんだけど、シューってやると、シューって伸びれやつあるんじゃないですか。あはいはいはい。あれをこう一番短くしたぐらい太いんですよ。こんなの。<ー>で、ドーンって1メーターぐらい。 やつを上げて、ももっと長いの上げてる人もいるんだけど、車にじゃあ乗って、うん、アンテナみたいな感じで、そうそうそう、はあ、で黒だったり白だったりね、いろんなのがあるんだけど、パッと見わかるわけですよ、こうパナル無線やってるってわかるわけ。<laughs> でそんな車が本当にねふ、当たり前に目についてた。へえ、知らなかったです。うん、それでね、まあそのまあ無線をやり取りしながら、まあみんなでどっか行ってりなんだりって、これは楽しい時代だったんでね。 それで当時僕らが、その、ま、トゲをちょっとこう攻めたりとかね、ちゃんと、法定することでね。当たり前ですよ。当たり前 <はい S 1> 当然ですか。ら。うん。それで、その、トゲに遊びに行ったり、なんだりっていう、<うん S 1> まあその仲間が、その RX7 ン乗ってるとどうしても RX7 が集まってくるので、で、そういうのが僕らの周りに十何台その7ばっかりいたんだけど、 ある日、その中でもその仲のいい奴らが5年ぐらい集まって、で、今晩、ちょっと四股湖行かないって。こ,こが札幌だったから。北海道に、ねはい、四股湖って湖があるんですかそうです。はい。これがね、透明度のものすごく高い、ボート、手こりボートで本当にこう出ると、ね、ずっとこう、出るとね、水の中を見ると、高衆恐怖症の人が、おーってなるぐらい、透明度がストーンと高い<ー>うん。 ちょっとオーバーなこと言いました。わ <laughs> からないんですよ。<laughs> あの、わからないから、うん、そういうのやめてもらっていいですかすみません。<laughs> まあ、それで、ね、それでそこ行かないかって話をしてたら、行こう行こう。おい、あの、K 君どうするって言うのいいケイああ、シビック乗ってる K か,あのか。そういえばまた誘ってくれって言ってたなって。<laughs> やつガソリンスタンド働いて、ちょっと電話してみるわ。って電話したんですよ。で、ああ、今晩んんんですか行きたいですね。 何時に出ます?」って言うから「いや俺たちこっち出るのは10時ぐらいだよ」じゃあ原着が11時前後ですよね」あ一1時間ぐらい遅れていく感じになるからいつかそれでも」ってあい,いいよいいよ待ってるから」っ言って電話って、うんはい、それで僕らは、まあ、夜になってでみんなで、まあ、それまで整備やったりなんだりして土曜日の夜だったと記憶してるんですねそれでまあとにかくいいじゃないで 行こうよそろそろいい時間だよ」って言って5台で四股湖に着きましたはいで四股湖で何をするのかっていうと、うん、別にあの魚を釣ったりするわけではなくて <laughs> 今はねえー、若干様子が違っちゃってるんだけど当時のその、えー、そ,ういとそういったところの,そのひ広い駐車場であるとかっていうと必ずこう定番としてあったのが何でも何でも並んだこう自動販売機あ自動販売機はい、うん これがもう本当に一つの定番で、そこに、まるでこう、虫のように、こう、吸い寄せられるかのように、その明るいところに行くっていうね。ういっぱいあるから、明かりがファーッスパとこう、マックレベの中にこう浮かび上がってるわけですね。そうそうそ,うそ,うでそれにこう、めがけて、うん、いろんなところからみんな車好きの方が集まってくるっていう。そうそう,そうなんです。はい。それで、まあそこに、まあ僕らがそこへこう行くんだけど、そこの駐車場っていうのは、 湖畔道路からずっとこう来た道が一番高い位置にあって、そこから降りてきて、その広い駐車場ですよ。何段かのトントン、トンと平段になってるんですよ。あ、段差になってるんですね。段差になってる。一段目、二段目、三、うん、段目みたいな感じの。そうそうそ,うそうはい。それで、いつも僕らがいるところは、この一番下まで降りてきたところにあるずらっと並んだその自販機の前でコーヒー飲みながら喋ってりなんだりするっていうのが定番だったので、えー で、うん、そうすると、ほら、車を自分たちの目の前に置くことになっちゃうので、なんか都合が悪いけど、一段上のところにみんなバックでこうつけて、うん、真ん中にあるちょっとこう細い階段をトントンと降りて、自販機のとにいたんですよ、いは。いはいはい。だそれは、その、ケイも知ってるんですよね、その状態をね。うん、だから、あ向こうから入ってくれば、またうちらの脇に寄せてこう降りてくるだろうと思ってたんだけど、時間がもう向こうへついて、あ、もういい時間だねってそろそろ、 い君も来るろじゃないって、こう、こんなこと言ってたら、遠くの方からずーっとってくる、その、ホンダのツインカムの乾いた音っていう、これ特徴的な音なんですよ。<laughs> もう音だけでわかるんですねわかるわかる。もうそれが、コーン、コーンってくるわけ。で、あ、来た来た来た。ほら、来てよって。噂をすればなんとかでやって、いいことしてねって。で、コーン、コン、ゴンっゴてンゴンゴン入ってきて、 いつもみんなが止めてやる二段目のそのひだなんの方へ入っていって、頭振ってバックでこう来るかと思ったら、僕らがいる方まで降りてきたんです。一番下の段目でうん、うん。はい。で、俺なんだ、降りてきちゃったよって。あいつ置けって言わねえとって言ってたの。そしたら僕らの前に来て、あ、遅くなりましたって言って、これ窓完全にこう開いてるでしょ。うん、こう仕草しますけど。ね、あの、こうだからね窓ね。<laughs> <laughs> ハワーウィンドウじゃない <laughs>、ね、はい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 。 で、こう、全部開いてる状態で、でお、遅れなりましたって言ってきて、おうおうお疲れ様、お疲れえっ,って中を見たら、はい、普段からあれほど、いや、俺、彼女はいない歴なあげんすよね、と、俺、女ひでりなんですよね、って口癖みたいに、うるさいよ、お前って言われるぐらい、<laughs> そんなこと言ってた、その、刑は女の子と連れてきてるんです。 お女性だから俺たちにするとんだよとその彼女が出たの見せびらかしにわざわざと下まで降りてきたんじゃね<ー>って <laughs> そんなこと言ってたんだけどで「ああこんばんは」ってこっちから声かけてもその彼女の様子が異様なんですよ。え<っ>異様あのねこう,、まあ右にこう 右手でこうハンドルをこう、こう、つまんでますよね。は,はいはい。で、左手をこうシフトの上に乗せたまんまですよ。もちろんマニュアルだからね。ええ、シフトの上に乗せたまんま。で、こういう感じで持って、どうもっとこうやってるでしょ。この、左手のこの腕を、女子にいる、その、彼女らしき女性が、ふっとこっちを向いて、横からギューって腕を掴んだまんま、こっちをこう、と覗き込んでる。へ、えー。ね。 で、その様子が、もう、異様で、うん、で、うわぁ、なんだろう、この子って思ったんだけど、なんの、その、こんばんはって言っても、声がなんの返事もない。えぇ、ー、な、まあ、とりあえず、お前、上を出たら、車あるって言って。で、あ、そうだね。で、ボーンって上上がってって、で、一番端っこのところ、まあ、一番端っこったって、僕らから、すぐ見えるところなんだけど、でバックのとこキュッとつけたんです。あ、見た。 彼,女彼女だな「あれは見せびらかした」って言ったので <laughs> バカだねあいつ」って「いやそれにしたってさなんかちょっとこんばんは」とかなんか愛想「愛想がない子だねおい」お,いおい言ってた、うん、でこう見てたらガチャッとドアが開いてドーンと閉まるで降りてくるのはそのく君一人なんですよ <laughs> で「おいおい,おい彼女は彼女は」彼女一緒に呼んでやれよ」っての5分10分で帰るわけじゃねえんだからさって言ったら「おそう言ったんだけどねあのー、なんか 車の中にいるっていうんだわって言ってでこう降りてきて「お前彼女できたんだな教えるよいつできたんだよ彼女」ったら「違う違う違う彼女じゃないよ」って彼女って言うんじゃないんだけどんなんかこんな様子だから「彼女じゃないんだったら友達でもいいじゃないか呼んでこいよ」って「うん、いやいやいいんだいいんだどこでいつ,いつどこで知り合ったのよ」っっさっき言っての「え,え、えどういうことだよ さっき言ってどういうことって言ったら、このケイ君の家は、実は我々がその札幌市内の方からずっと来るんだけど、彼だけはある一つの山越えで途中まで来るんですすると、うん、それをずっと走ってくると、あるその信号に突き当たるんですね。ちょっとカタカナのイノ字の形をした信号なんだけど、うんうん その信号をこう逆鋭角に左に曲がると四骨子方面にずーっと来るんですよその道を彼はずっと走っていってその信号が赤になったらこう引っかかってたんだと左ウにンカー上げてそしたら突然女性の窓がコン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 ,コンってなったので「ええ、びっくりした!」って言って見たらその彼女がそこにこう立ってて、ええ、ででやるんだってだからこう窓開けてって「何です?」って言ったら「あのすいません。 あの今どこままで行ってだから「えっどこまで?」って俺「俺友達と会いに四国湖に今から行こうと思ってるんだけどなんで?」って言ったら「あ四国湖行くんですねだって一緒に乗せてもらえませんか?」って言ったってほん、うん、でそれをこう「おい,やい,い,いいよいいけど」って言ってドーハ家に乗せて連れてきたっていうのね「はいはい、おいやどこに住んでる子なの名前は?」って言ったら「知らない」。 いや知らないってだってお前ここ来るまでの間小一時間あるんだよその間なんか話ぐらいするだろうよって言ったら全くしなかったっていうのなんかその話しかけてもで終わっちゃうからなんか話をしたくないのかなしこしこ来るっていうオプっンの理由誰か待ってるんだろうなと思ったんだけどここについてもあありがとうございましたじゃああのまたって言って出て車から降りていくるそぶりもない、うん なんだろうなっていう感じのまんま置いてきちゃって大丈夫なのお前。そうですよね。うん。大丈夫なのって。もう、だってお前、なんだかんだ言って、それで、こう話をして、車の話なんだり、それからし始めたので、1時間近く経っても全く降りてくる気配がないわけ。うん、おい、気、いくらなんでもお前ちょっと喉も乾いてるだろうさ、ちょっと連れてこい、呼んでこいよって言ったら、う,うん、ちょっと、ちょっと行ってくるわって言って、僕らその後ろ姿ずっと見てますよ。はいはいはい。 だなんだかに、うん、二人で来てる子なんかもいたから、まあそこには最低限、六人、四人はいるわけですよね。それで、その全ての目が彼の後ろの姿を追ってるわけですよ。自分の車のところに着いて、当然ながら助手席に回り込む、うん。助手席に回り込んだ K が、あれっていう表情をしたと思ったら、今度は運転席側に回ってドアを開けたり、後ろのゲートを開けたりしてるんですよ、うん。で、おい、何やってんのお前って、彼女はよって言ったら、え あれえっ、ー?」っていうの「どうしたんだよ」って言って僕らもバタバタっとそこに駆けつけてみたらいないんですよ彼女のとこにもはいどっこにもいない、ええ、で本当に目の前に車が置いてあるわけだからもし降りてくればわかるしルームランプもつくだろうしでもそんな様子ドアの開け閉めする音もなかった「ええー、おい彼女どっか行っちゃったの?」って「いやこれお前ただもとじゃないちょっと探そう探そう」って。 言ってもうみんなで手分けして探すんだけどフィールドがあまりにも広すぎるし真っ暗だし今みたいになんか LED のなんかこう街灯があったりしないから「困ったなおい」って名前も分かんねえんじゃなって「彼女」って呼ぶしかないそんなほな探し方もないからとにかくみんなである程度探したんだけどもう全然見つからないいや見つかんねえなおい」 どうしようって言うから、お前ね、どうしようってすまないよ、お前。これね、例えば、本当にどっかの建物にまでこう連れてきて、そこの前でもって、じゃって言って別れたんなら、そゃあとは知らないよ、俺たちはね。だけど、今、そこに、ね、俺たちの見てる目の前で車の中に残ってた状態なの、俺たち見てるわけで、そっからいなくなりました。探してもいなかった。しょうがないよね、帰ろうかにはならないよ、お前って。 いやだってよお前そんなこと言われたって子供じゃねえんだからいやこいやそんなの問題じゃないよお前こんなお前ねし場所がお前四股くらいよお前って言ったの、ね、そこに一人、ね、ポンと残したまんまでもって多分間違いなくどっかにいるんだろうからそんなお前に帰っちゃうなんて行いかないぞどうすんだって言ってまたそこから何十分も探したんだけど見つからな、ねえーはいしょうがないもうめ目だこれ時間何時だよと もう俺にもう2時も過ぎてんじゃないかなって。ちょっと、しょうがないよ。警察呼べよってええってええじゃないでしょって。ね人が一人いなくなってんだから、うん、警察呼ばないで、そのまま俺たち置いて帰っちゃうわいかないんだから、とにかく警察呼ぼうよ。で、警察呼んで。はい。で、パトカーがその札幌側とその千歳側っていうか縁、縁側、わ側っていうのかな。こ両側からこう来て。で、えっ、ー、と、通報をくれたのはあなたですね。って,ってあ,あ、そうです。 で、その、事情がちょっとよくつかめないんだけども、どういうことなんだろう。いやいや、あの、これこれこう言うんでって。でも僕がこう説明しかけた。はい、あなたが当事者なのいや、違うんですよ。ケイケイ、ちょっと来いよ。あ、ちょっと警察、マリさんにちょっと説明してよ。うん、説明して。はい。もう一回変な話だなって。そりゃそうだよね。うん そんなにだってね君が考えてみろよってねいきなり道端でもってトントンってやられて四国村乗せててくれってポッとこう乗せて連れてきってその間会話もない名前もわからないって「おかしくないか本当かよ」って「いやいやお巡りさんでも僕らも姿見てるんでそれ彼女がいたのは間違いないんですよ」あそうなのか」って「いやー困ったな」「とりあえずねちょっと悪いんだけどみんなちょ,ちょっと勉強させてくれ」うん、言われて。はい こう出す中で、一人だけ未成年がいたんです、その中に。はいはいはい。それでそ、その免許証を見たとな、なんだ君未成年じゃないかって。ダメだよこんな時間までうろうろしてたら、こんなところ、ゆでる怒られて。はい。いい、いい、とにかくもう君らが今ここにいても何にも解決しないから、帰んなさいと。ね、とにかく何かあったら、あの、君のところへ、ケイ君か、うん、君のところへ連絡するから、ね、あの気をつけて帰んなさいって言われて、帰ることなった。はい。 俺たち五代が前を走って一番後ろからその圭君がついてくる。で、その途中も無線やりながらついてくる、あの、ずっと走るんだけど、なんか、あれだね、変なことになっちゃったね。もう、終始、その一番後ろから来てる圭君は、いや、ごめん、申し訳ない、申し訳ない。いや、俺も今になって冷静になって、ね、考えてみたら、なんで俺があの彼女を乗せたかとた分かんねえんだよなって。確かに、 同じひでで会ったことは間違いないけど、うん、でも、それと、これとは全く別だと俺思うんだよなって、自分で言うのよ。はい。<laughs> その通りだよ、お前って。わった、やっかいなことになっちゃったじゃねえって言ってたの。で、道をずっと、40分、45分ぐらいずっと道をこう、くねくねした信号も何もない、こう、アップダウンのあるカーブをずっと来ると、その、えー、もともと、 K 君が彼女にトントントンってされたその信号が出てくる。はいはいはい。その信号を僕らは道なりに左の方へカーブしてうん、うん、市内に帰ってくるんだけど、ええ、K 君だけはその信号を逆の右の方へこう鋭角を右に曲がって、また峠を越えて向こうの町に帰っていくるんです。で、僕らがその無線やりながら、こうずっと走ってた。そしたらその辺りまで来た時に、あ、そういえば K ってこの信号曲がるんじゃねえかなと思いながら僕は先頭を走ってたんだけど、 そしたら、あ、ちょっとブレイクブレイクって入ったのね。これブレイクっていうのは、うん、ちょっと緊急だからちょっと聞いてっていう、うまあそういった意味なんだけど、ええ、そのブレイクって入ったの。で、あい、どうしたって言ったら、あ、俺、これ、信号右曲がるから、俺、ここからこっちの道帰るんで、いや、本当みんなすいませんでしたと申し訳なかったね。うん、何度、なんかちょっともやもやが残るけど、うん、ごめんね、ほんとごめんね。じゃあ気をつけて帰ってねって言って、あ、お疲れさんって言って、 泣きれ状態なってれで僕らがその市内の方に向けてずっと走り出して彼は彼と思ってバーンといい勢いで持ってその峠を上が,り上がっていったミラーとするが見えたテールランプが。うん、で何分もしないうちにみんな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 ,みんなって入った「あっちょち,ちょっと待って待ってちょっと待ってみんなちょっと待って待って」みんな聞こえる聞こえる?える」って何分聞 途途切れ途切れれ聞こえ,聞こえる「おケーーっ K だ」と思って「おどうしたどうした?ーーどうした」って言ったらあ「みんなどこまで行ったかな?ええー」ええー、えな何何何?」みんなどこまでどこまで行きました?」どこまで行った?」って言って「おいやもうそんなに来てないけどなんでどうした何だった?」って言ったら「ちょっとこっち戻って,てくんないかな?」って言われて「戻ってくれ」って戻ってきてくれ」 なんかあったら、じ、もう、じぐったっ違う違う、そうじゃないけど、ちょっと、戻ってほしいんだよね。おい、ちょっと、軽戻ってきてくれって言ってるわ。ちょうどその時に、あるその、左側がボコーンって広くなった道があって、はいはいはい。あ、こっちちょっと U ターンしろ。で、僕が先頭でギューって U ターンして、その道をまた戻ったんですうん、うん。で、例のその信号。信号を、今度は左の方へ上がっていくわけです。ずっと上り坂になるんだけど。 それをずーっと上がってってもどこまで行っても K の姿がない K どこどこって言ってもそれ以来一切店に出ないで<ー>それであこれおいあいつ本当にどっかで事故ってんじゃねえかないや事故ってはいないって言ってたぞて言いながら僕は先頭でずーっと走ってったら左の路肩にギューッと寄せてライトを全部消した状態でハザードだけ炊いた状態で止まってたんですよ。ほうほうほう で、おぉ、痛い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 たって言って、僕らがその後ろにピッピピピッと車を止めて、それで僕はこう、みんなもバンバンと降りてきってます。どうしたのよけどうしたどうしたって言いながら、僕も車から降りて、その毛の車の横まで来て、どうしたのよって中を覗いたとん、心臓止まりともしようになりますよ。え何があったんですかこっちを、このドアの端のところへ肘乗せて、 こんな感じでこう見てるイがいるんだけど<い>どう見ても様子がおかしいんですよほれで「どうしたのよ」って言ったら、うん、ひょいっと見たら受診にいなくなった彼女が乗ってんのえ支骨湖でさっきまであれだけ大騒ぎした彼女が横に乗っててさっきその支骨湖に来たのと同じ状態でもってイの左腕を両手でもってがっちり掴んででこう。 って「うわ」と思って「えっおかしいだろうお前なんで彼女乗ってんのよ」って言ったら「ここは歩いてたんだよねうんだからもう大丈夫だよな」ってなんかもかまるで先にでも酔ってるからようなの変な口調で「うん、いや大丈夫だから」でもだったらお前警察にも電話して「彼女いたから」って言われてなんないしってこんなこと言おうと思ったら。 突然ライトパチンって使ったと思ったら、ボンボンボン、おおって行っちゃったのよえ。えすっごい勢いで。俺、いやー、見た、見た、見た。見たよね。彼女乗ってたよね。ったら。え絶対ありえないって。車でも50分かかる道を、女の子が明かりも何にもない、街灯もない道をね、こんなとこまで歩いて帰ってこれるわけないわけだから。 おかしいって、これおかしいってってって、いやー気持ち悪い気持ち悪い帰ろう帰ろう帰ろう。その場と思っても無理やり U ターンして、みんなその日帰って3回したんですよ。はいはい。ところがね、その次の日の夕刊に刑が乗ったんです。うん、僕らがうん、その場で別れたのが大体、だいたい、まあ、午前3時ぐらいなんですね。うんうん、3時ぐらいに、そこで別れた。彼は自分の家の方へ、 と帰ってった僕らは U タして自分たちの市街地に帰ってった。3時。うん、ところが、その次の日の夕刊に乗ったその彼っていうのは、そこからほんの何キロか行ったところの峠で、前から来たトラックと正面衝突して即死してたんですよ。で、でも、その事故った時間が、それから2時間も後なんですよ、三時。えー、でも実際は、 あの勢いで走ってったら、本当にもう5分、10分もかかんないで着くところなのに、緩やかな左カーブなんですよね。周り、ばーっとこう雑木林になってて、その雑木林を抜けるかのように緩やかに左カーブで、ちょっとこう下がっていく感じの道なんだけど、そこでその対向車線に飛び出して、前から来てトラックとバーンとぶつかって、で、もう即死だったと。はい、で、新聞に載ってたのは彼一人なんですよ。一人だけうん。 何があったのかそれはわからないけどその間人格はないので二時間どこで何やってたんだろうってそうですよだ、ねうん、から不思議なことがたくさんあるはです、ね、そうなのそうなのそうなのあの彼女じゃないって言ってね、うん、で途中乗せてほしいって言うから乗せたでも会話が弾まないわけですよね、うん、でもその死骨湖の駐車場に登場した時には彼女がその、うん 彼の手をグッとこう持ってすごく親密というかうなんかこうギュッとこう抱きしめてるような距離感じゃないですかだ。だから彼女っていう雰囲気だったんだよ見た感じが。でそのこともおかしいし、うん、それ普通そのええー、お名前がその方が K 君 K 君が、うん、えってびっくりするはずじゃないですか。うん、それを普通にこう持たせたままで言うのもおかしいし。そうなんですよ。でやっぱりね 一人で降りてきて、で、探していなかったわけですけど、その後ね、じゃあもうみんなで帰ろうかって、別れたら無線で、ちょっと来てって思わけ、うん、そうそうそう。で、呼んだのに、うん、大丈夫だからって言って、うーんって言ったんです だからその読んだ時に何で読んだかが分からないんですよね。もしかしたらまだそこってギリ自我というか部分が残ってて SOS だったのかもしれないです。そうですねもしかすると。でその時にあまり多くを語らなかったのはやっぱり言えないと、うん、今恐ろしい存在が来てしまって本当にやばい状態なんだっていうのは言えないからいと,とりあえず今の来てた、うんうん、ただもう到着した時には かっ、ねね、取られてしまったねそれが本当にひどい事故だったらしくてね、うん、ボンネットをこう止めておくこうフックあるでしょあそこにこう投資がついてたって、うん、そのぐらいたただ何でしょうねその謎の女性ですけど、うんうん それがね、ケイ君だけが見えてたんじゃなくて、ファンケイさんたちみんなも見えてたん、ね、ろんみんな見てますね。うん、不思議ですよね。本当不思議。もう、かといって、その辺に、なんかその女の子が歩くような幽霊の話とかないんだよ。あそうなんですないないない。ちなみに、支骨湖のその辺りっていうのは、交通事故は多い場所なんです。多いですね。それは多いです。ってなると、勝手に今、顔を想像してしまったのが、うん、そこで事故に遭った何人かの助手席には、その女の人が乗ってたのかもしれない。うん、その可能性は全然ありますよね。 それはもうもちろんね、うん、誰も証言もできないし、うん、ね、見てないから、わからないけど、うん、もしかしたらっていう。うんうん、いや、ほんとそう。え、それ、ファンキーさん、その女性の存在って何だと思いますいやあの目の感じとかってもう、本当にこう、絵に描いたようなね、絵に描いたような、その、ホラーな感じなんですよ。うん。その、心霊お化け。 幽霊とかいう妖怪とかじゃなくてもうまんま本当にねあの顔つきっていうのはホラーなんですよね、うん、もしかするとそこでこう無作為にこうなんかどん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 あの世界に引っ張り込んでるようなっていう化け物なのかもしかしたらその女性自身も何か。 死骨湖に向かう途中でとかって、なんかど、どうなんですかね、うん、いろいろ考えてしまいます、ねうんうん、あの、死骨湖って、実はね、その、自炊自殺が非常に多いっていうことと、それからその交通事故と、もう一つね、有害、熊。えー、熊による、あの、被害がね、一時すごい立てついたことなんです。昭和の時代。 で、その辺って、その野山がね、山菜の宝庫なんですよ。それで、それを取りに、やっぱりこう野山に入っていくんだよね。で、そこで、ね、こう、その、熊に襲われちゃってっていう事件が、一時ずいぶんあったんですよ。<ー>で、その他は、その、そういったその山林の中に、こう、遺体を捨ててくる人たちがいたりとか。うん,ね、うんちょっとまあ、いろんな、こう、ことが起こりやすい場所なって思っないんです。そう だから何が原因なのかはもう全く特定できないぐらいいろいろある。いや分かりました。まだ、あ、あの今回でも一番なるほどと思ったのが昔そんなにパーソナル無線ってものがあったんだっていう。そうそうそう。でそれでこうね運転しながら通う物ところできてたって話なんですね。うん、検索すると出ますよ。<ー>いっぱい出ます。ありがとうございました。はい はい。えー、ファンキーさんですね。えー、YouTube チャンネル。二つやられております。はい、チャンネルもお願いいたします。はい。えー、ゴーストコンテンツと、えー、ファンキーアワーでございます。はい。よろしくお願いします。えー、こういったお話たくさんありますので、皆さんぜひね、チェックしていただきたいと思います。はい。概要欄貼っておきます。チャンネル登録お願いいたします。そして、えー、今ね、本の方がありますが、はい、おいで、おいで。はい。こちらもね、ファンキーさんの実体験が元となった、ちょっとこう、不思議な本となっております。すね、はい。ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。 というわけでゲストはファンキー中村さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。